まあ、日本福音教会キリストチャペルですね、まあ、一宮キリスト教研究所という働きをちょっとしてるんですけども、まあ、あのキリスト教神学をですね、3年間で、まあ、一通り学ぶという、まあ、科目を担当させてもらっています。まあ、あの詳しくはあのやった時間いくらでも足りないので、まあまあ、大体輪郭とエッセンスですね、学ぶということで、まあ、基本的なことを、まあ、繰り返し、まあ、学びます。で皆さんが、まあ、あの一生涯かけてですね、いろいろ取り組んでいってもらう、まあ、土台になればなというね、進学校では特に、まあ、そういう基本的なこと、建物で言えば土台をしっかり、まあ、あの築くというかね、ということが、まあ、非常に大事ですね。で今日はですね、まあ、あの3年、の、まあ、あのプランの中のまた1年目の一番最初のモードでですね、神学入門というところから、まあ、入っていきたいと思うんですね。まあ、時間が限られてますので、まあ、どうぞ見ていきたいと思いますけども。まあ、神学ね、まあ、キリスト教の、まあ、神学というのはやはりこの聖書ですよね。聖書ね、聖書を、まあ、学ぶというですね。ね、でこの聖書を、まあ、理解して、まあ、それを解き明かしてですね、教会を立て上げていく、まあ、そういう、まあ、務めをするわけです。その、まあ、基本的なことを、まあ、学ぶということですね。で、でまあ、この聖書を学ぶということでですね、まあ、あの神学入門のプリントを全部配ってもらっていると思うんですけども、聖書をですね、どのように学んでいくかというですね、ことで、4つの部門があるんですね。一つはこの聖書学部門ね。聖書学部門ね。まあ、聖書そのものをですね、学んでいくね。そしてまあこの聖書の中にもですね、歴史があるわけですけどね。まあ、聖書大体このキリストの誕生を、まあ、境にしてですね、ビフォークライス、キリスト以前ね、大体この、まあ、1400年ね、あるいは、まあ、1500年ね、ぐらい出エジプトのあたりからですね、紀元、まあ、100年ね、アノドミニね、主のご支配のもとにということで、まあ、100年ね、大体1600年ぐらいの間に、まあ、40数人の人によって、まあ書かれたと、ね、いうことですけども、まあ、それ自体を学ぶということとですね、この、まあ、私たちの今日のこの、ね、AD、2000年ね、21世紀の、まあ、この教会史2000年の歴史で聖書はどのように、まあ、理解されてきたのかね、この歴史神学ね、歴史神学ねの領域ね。要するに教会の歴史というのはこの聖書をどのように解釈してね、そしてそれをどのように適用したかという歴史でありですね、そういうこの解釈と適用の実験室であると。その中には祝福もあるし失敗もあるわけですよね。
だから私たちはこの聖書を学ぶことも、でそれをどのように解釈して適用したかということを学ぶことによってね、あこういうことしちゃいけないんだな、あるいはこういうことをしないといけないんだなというね、そういうことを、まあ、学ぶというね、まあ、今度はどう思いますか、まあ、6月16日にはある集会で招かれていましてね、その集会の副題がですね、なぜ、まあ、今日の教会は極端な方向に流れていくのかというね、こういうふうに巻いたら逸脱していくわけですよね。歴史の中ではたくさんの逸脱が、ね、しかし同時に、まあ、絶えずこうね、センターラインに戻ろうという、そういう巻いたら戦いで、外ではこの宣教の戦いがあるしね、教会の内では、まあ、いたら誤った教えとの戦いがあるね、でそういうことを、まあ、学ぶというのが歴史神学ですね。そして、まあ私たちがキリスト教教理入門で学ぶのはですね、これら全体ですね、の中で私たちは聖書を、ね、聖書を土台にして、ね、神様の言葉を土台にしてね、それをまっすぐに解釈する、ね、まあ、これは目標ですよね、正しい聖書解釈、まっすぐに御言葉を解き明かすことはどういうことなのかというね、ことを学ぶ。聖書とはどういう書物なのかというね、聖書は神の言葉ということはどういうことなのかということ、そしてこの聖書を正しくですね解釈し、ね、神様とはどういうことなのか、ね、そして神様はどういうことをなさったのか、そして神様の前に人間というのは一体どういうものなのか、ね、神の形に作られた、ね、素晴らしい祝福のもとで、しかし人間は罪を犯した、ね、罪として滅びに定められて、ね、だから救い主キリストが備えられた、ね、キリストが受肉し、ね、そして十字架で身代わりの刑罰を受け、ね、そしてこの私たちの救いを完成してくださった、ね、そしてキリスト天にですね戻る、そして僕は聖霊を注がれた、ね、で聖霊を通して、ね、私たちはキリストの贖いの恵みを、ね、体験できる、ね、救われる、ね、そして清められ、そしてこの栄光に変えられていく、ね、でそのことがこの救済だね、ね、救済論の展開の中で語られる、ね、しかし同時に、まあ、救いは個人だけじゃなしにですね、この教会、ね、神の家族として、そしてこの集合体としてね、群れとして教会が建てられる、ね、赤ちゃんでもほったらかされるとですね、そのままやったらね死んでしまう、ね、飢え死にして死んでしまう、しかし家族の中で育てられるから育つわけでね、教会の中でクリスチャンを育つね、そしてまたね、この救いはですね終末に向けてね完成されていくね、私たちの福音理解はですね、のですね、家のですね屋根はこの終末論ね、屋根のない家はこの暴風の日に耐えられないと言われますけどね、屋根をきっちり作ってですね、聖書が語っているね、健全なバランスの取れたこの福音理解ね、福音理解ね、いうものをこの身につけるね、いうことですね。ちょっとめくってもらえますか、青森。はい、ね、あそこでいいです。はい、ね、聖書学部門、ね、歴史神学部門、神学部門、そしてこのそのですね、福音理解をですね、私たちはこのどう言いますか、教会で語り、ね、またこの教会を通して全世界に向けてね、福音を述べ伝えるね、この
実践神学部門ね、実践神学部門ねというものが、まあ、あるということですね。でまあ、細かくはですね、またプリントを読んでもらったら いいと思います。でまあ、ここでプリントで語られていることも繰り返し、キリスト教教理入門の中で、まあ、出てきますのでね、まあ、どちらにしてもこの私たちが、まあ、ここで、まあ、学ぼうとしていることはですね、まあ、キリスト教ね、キリスト教教理入門、キリスト教教理入門、神学ということになってますけども、今それの要約版でですね、まあ、これが要約版の翻訳の完成版なんですけども、今命の言葉じゃねえと、もう少ししたら出るんじゃないかということですけども、少し今年は聖書の新しい聖書の刊行と重なりまして、ね、それでまあちょっと構成が時間がかかっているということで、このメインテキストはの特徴はですね、キリスト教神学、ね、との、まあ、違いを申しますとですね、キリスト教神学、キリスト教神学ですね、まあ、メインテキスト分厚いのがですね、1巻2巻学本版でですね、全部合わせて、まあ安価になっているわけですけども、で、まあ、1年ごとに、今年は1回2回の学本版を、ね、3回に分けて1学2学3学で、そして、来年はですね、第3課ですね、人間論、キリスト論、そして3年目が聖霊論、救済の教会の終末ですね、第4課ですね、こちらは、まあ、キリスト教のですね、まあ、この本質的なことね、基本的なこととですね、同時にですね、この、まあ、現代思想ね、それから、まあ、現代神学、それからまあ現代哲学ですね、まあそういうこととのまあ対話というものがね、視野に入って、かなり分厚いことになってますけれども、要約版の方はですね、その 70% をカットしてですね、まあ、この基本的なところをね、聖書と、まあ、テキストだけでまあ十分理解できるようですね、70% カットね、カットした、まあ、要約版なんですね。ね、まあ、アメリカでは、まあ、こちらが神学校で使われていて、まあ、こちらは、まあ、ミッションスクールとかね、教会なんかで学び使われているということでね、まあ、神学校でこちらを学んで、まあ、こちらを、まあ教会の聖書研究会とかね、そういうところで、まあ、学んでもらうということを、まあ、目標にしているわけですね。ですから皆さん学ばれて、常に、それをまた教会でですね、ぜひ少しずつね、浸透教育に、まあ、用いて
いただけたらと思うんですね。今高槻の福音自由教会でね、これを使って信徒セミナーをずっと3年コースでねやりますね。非常にいい学びになっているんじゃないかと思いますね。あと、インターネット上にも YouTube でずこれまでの20年分の講義録を一部公開してますのでね、多くの方に今見てもらっていると思います。で、教理の学びっていうのは、本当に、繰り返し繰り返しね、牛の食事は半数と言いますけどね、半数ね、ちょっと難しいですけどもね、半数ね、要するにこう草や藁をですね、口で噛んで胃の中に入れてですね、胃液と混ぜて、そしてまた口に戻してね、また噛んでね、胃に戻してて、何回も何回も やるうちには消化が進むというね、教理というのはそういうところがあると思うんです。だからスッと聞いてね、分かったようななんけども、それを何度も何度も繰り返しながらね、聖書を読むことによってね、受肉していくと血となり肉となっていくわけですね。よく言うんですけども、聖書というのをですね、私たちは通読というね、私も最初は通読命みたいにですね、一生懸命聖書を読みました、ね、今日は創世記全部読む、ね、明日は出世記を全部読むという感じでね、一番最初に通読したのは2週間かけて通読したんですね、学生の頃にね、夏休みにね。それから何回か探して読みましてね、なんかちょっとこう表面だけ折ってるような感じがして、でその時に読んだのはですね、ハーレーのですね、聖書ハンドブックというね、そういう本がありますので、解説した本です、聖書のね、非常にいい本、ハーレーです、 H.H. ハーレーね、これ皆さんぜひ使うんですね、 H.H. ハーレー、ハーレーの聖書ハンドブックね、これはアメリカの聖書通読運動の指導者ね、聖書一章を読んでは解説のプリントをね読んでっていうね、そういう繰り返し、それを集積した、そういう書物なんですよね、非常に素晴らしい書物で、これを用いてね、3ヶ月かけてね、丁寧に聖書を読んだんですよ。そしたらね、聖書がね全部分かるようになったんですね、背景とかね、それからキリスト教2000年の歴史も書いてありますしね、それからいろんな考古学のことも書いてあるしね、何かこうね、あの時の喜びっていうのがね、もう素晴らしいものでした。聖書がね、なんか未知の本じゃなしにね、こういうことが書いてあるんだっていうことがね、ほとんど分かったっていうね、それから何度もこうしてね、通読ね、繰り返してましたけども、あの時に、なんかこう、行き詰まることもないんですけどもね、めくわれなくなったんですよ。で、その時にね、なぜかなと思った時にですね、エリクソンなんかの本から教えたことはね、通読するだけじゃなくてですね、聖書をですね、主題別に、縦に読むというね、こういうことを教えて、ね、神様とは何か、ね、例えば創世記の一章なんか読むとね、人は神の形に作られたのでね、さーっと読んでしまうけど、物語ですよね、エデンの園ね。しかしね、神の形に作られたということをですね、組織神学の人間論の、ね、視点から読むとですね、すごいことが書いてあるわけですよ、そのたった一節二節の中にね、神の形に作る、どういう意味なのかってね。で、その時私が教えたのはね、この、どう言いますか、通読型の聖書の読み方は、この聖書をですね、この水平に読むというね、水平に読むという読み方。で、組織神学の学びを生かしながら読むことはね、これはね、垂直に読むということなんですよ、垂直に。ね。で、どういうことかというとですね、
水平に読むときはね、スコップでね、聖書を掘って読んでたのもんですね。まあ畑耕してね、野菜が取れるぐらいはできるでしょう、ね、しかしね、垂直に読むということはね、これはね、すごいことでもありますね。これはですね、どうでしょう、ボーリング作業みたいなもんですね。ボーリングね、ね、つまりですね、この油田を掘削したり、あるいは温泉を掘り当てたりするね、そういう前の掘り方なわけですよね。聖書の短い人は神の中で作られた、そこからですね、人間の存在の素晴らしさというのをね、前に至る数千メートル掘り下げることができるわけなんですよ。そういう読み方をすることによってね、いやね、これまでの通読で得られなかったね、喜びですよね。いや聖書って素晴らしいな、ね、すごいこう深いね、人間存在のね、根源的なね、問いかけに十分答えてくれるね、素晴らしい書物だとね、いうことを、まあ、味わっているというかね、だから組織神学というのはね、単なる学びだけじゃなしにね、この、まあ、福音をですね、イエス様が私の罪の死んで、ね、そして3日目ぐらいで手に帰って、イエス様死は天国行けますよって、ね、それぐらいだったら、まあ、幼稚化でもですね、こう十分伝えられる、ね、しかしその十字架の意味がですね、このスコップで掘られるように説明されたけど、十字架の意味が数千メートル掘り下げられてね、提供されるというね、こういう提供の仕方をしないとですね、大衆はまあ言ったら飽きてくるわけなんですよね。麻痺してくるというか、で他のものに対して刺激を追いかけるようになるというかね、だから本当にですね、御言葉の味の素晴らしさというかね、真理の深さというかね、そういうようなものに、まあ、私たち一人一人がやっぱりこの圧倒されていないとね、これはですね、奉仕の生涯もなかなか持たないというかね、思うんですね。まあ、そういう面でこう組織神学をですね、学びを、まあ、楽しんでいただけたらと思いますね。まあ、この神学入門だけでも1年間講義できるような内容なんですけども、まあ、20分という計画なんで次行きたいと思います。で、まあ、キリスト教教理入門ですよね。まあ、先ほども言いましたようにですね、この今導入ですね、導入少しします。導入が序論ですね、まあ、入ってますね。で、導入第1部と、まあ、啓示論ですね、これを、まあ、今日と明日でやりますね。で、2学期に、まあ、神論の神様がどういう方かということがあるので、そして3学期に神の御業論ですね、神様が天地創造されたね、そういうこと全部なんですね。それから来年以降ですね、来年1学期が人間論、2学期がキリスト論ですね、人格の御業論、2学期3学期ね。で、3年目が、まあ、精霊、1学期が精霊論、救済論、そして2学期が教会論、3学期が終末論ね。これで、まあ、キリスト教神学全部ですね、まあ、カバーできるという。詳しくは入れないんですけども、本質はですね、輪郭はきっちり押さえますのでね、あと、まあ、一人一人こうそこに、まあ、まあ、その骨格にですね、本質に、まあ、肉をつけていっていただきたいというね、それは一生の仕事ですからね。で、大事なことはね、骨格を間違わないということですよ、ね、それから本質を間違わないということです。多くの人はですね、いつも神学を教えていつもですけども、鹿を追うもの森を見ずというね、トラックね、鹿を追うもの、ね、ね、森を見ず、ね、ね、どういうことかというとですね、まあ、漁師ね、この前漁師の人が普通のコウノトリを普通のトリと間違えてね、打ち殺して大きな問題になってますけどね、まあ、漁師がですね、鉄砲を持ってね、こうね、
鹿を追いかけるわけですね。まあ、鹿ばっかりかけてるからね、あの追ってるうちにまいたら道に迷ってしまうわけですよ、森の中でね。で、神学の世界、ね、福音宣教の世界、ね、メッセージの世界、こういうことがよくあるわけなんですよ、ね。そしてまあ言ったら、あのこういう逸脱というね、歴史ね、見たらね、のまあ言ったらそのデッドゾーンにね、入ってしまうというね、ことがあるわけなんですね。だからまあ神学入門の中にはね、変更という言葉がありますけども、まあ、あ変更ね、偏りね、あるいはまあ言ったらこの今度のセミナーで言えば極端に走る傾向ね、極端に走るね傾向ね、ね、S、こうどう言いますか、そういう語り方したら、そういうテーマで話したらね、そういう運動投資を取り入れたら人は集まるし、会社は喜ぶし、教会は成長するしいう感じですね。まあ言ったらこの実益的なね、何かこう感覚でですね、どん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 こう逸脱していくわけです。これキリスト教会の中でよくあることなんですね、今日ね。だからまあそれをどういうふうにまあ言ったら治療するのかとね、全ての人がその危険にさらされていると、ね、奉仕者がね、全ての教会がそういう傾向を持つ。でそれをですね、こう小さな目の内に積んでいくというかね、察知してね。でそのためにはですね、やはりね、鹿を追う森を見ずね、本当にこうね、私たちの周りではこの福音の、まあね、聖書を解釈して述べ伝え適用していくというのは、ね、森で鹿を追いかけるようなものでね。しかし前からあの森にはですね、このね、谷があったりね、沼があったりですね、あるいは崖があったりね、いろいろまあ危険に満ちているわけですよね。でその中をですね、やはり私たちはその全体を見てね、バードビューね、バードアイズビューね、あの鳥の目を持ってね、鳥観ですね。召喚ですね、鳥の目を持って全体を見ながら鹿を追いかけるというね。でこういうまいたらレーダー持たないとダメなんですよ、ね、GPS 持たないと、ね、ダメなんですよね。そしたらですね、全体見てたら谷も怖くないし、あこういう抜け道がある、沼があったらですね、こういう迂回路が、崖があったらね、その崖をどういう風に避けてね、こうと、そして獣を仕留めるかというね、そういう計算ができるわけなんです。でこの神学を言ったらですね、そういうこの福音理解を与えてくれるね、福音理解の全体ですね。その中で私たちは今ね、人間論のどこを語っているのか、キリスト論のどこを語っているのかね。しかしこういう語り方をしたらこれは異端にね、扱いされるぞね。過去においてはですね、こういうと教えはですね、このこうどう言いますか、がん細胞の削除、切除された運動だよ、教えだよというね、そういうことに対してね、私たちはそういう傾向を感じたときに、こう戻るね、復元力を持たれたんですよ。でこれが、まあ言ったら神学の力だね。でこれを養うことが、神学教育の最初の一番大事なことなんですよ。たくさん知識を身につけることはね、それほど重要なことではありません。ね、大体忘れるんだから、これ。ね、で記憶力に関して言えばですね、記憶力ね、これは教育の20世紀の世界で、まあ、発見されますよ。基本的なことを、ね、身につけたら、ね、基本的なフレームワーク、ね、枠組み、これを構築したらですね、この基本的な、ね、この枠組みの棚の中にですね、そして枝葉の中に、これは一つの、ね、命の木のようなものです、これはね。聖書学、歴史神学、組織学、実践神学というのはね、そしてこうしてね、枝葉を張り巡らして、そして
で、そこにですね、この枝葉のところにですね、この私たちの前から学んだことやね、あの経験とかを整理していくことができるわけですよ。だから皆さんのね、これまでに、まあ、あの20年、30年ね、40年あの学ばれたことは全部ですね、この健全なフレームワークの中に再整理されているわけですね。そして枝葉もですね、この些細なことはですね、記憶の底に沈むんです。忘れ去るの、一時的に。しかしね、基本的なことが確立している人はね、基本的なところからね、太い幹からね、太い枝、そして細い枝、そして枝や葉っぱへとね、先端の記憶まで遡って、それを呼び起こすことができるわけですよね。で、精霊はそれをしてくださいね。ね、あなたが、私があなたが教えたことをね、再び呼び起こしてくださると、ヨハネの14章、15章、16章。それは福音の基本的な、ね、理解がですね、あの確立しないとなかなか難しいわけなんですよ。もう当てずっぽになってしまうね。そしてこの何と言いますか、もう占いのようにですね、もうあの聖書の御言葉をですね、拾ってですね、あのとんでもない方向に鉄砲を打ち始めるというね崖に落ち、沼にはまり、ね、もう傷だらけになってね、こうヨタヨタになってね。いや、大事なことはね、私たちはね、健康を保ってね、そしてあの誰からも後ろ指させないでね、この聖書の教え方において犯罪歴を持たないでね、このどう言いますか、この先生はね、健康なね、御言葉まっすぐ解き明かして来られた先生たちね、信頼できるというね、あの信用を失うのは一瞬でできるんです、これはね。しかし信頼感を培うのには一生かかるんです、これはね。だからね、あの非常に大事なんですよ、これはちょっと下手なことを言ったらえっと思われてしまうわけだからね。しかしまあ多くの人はですね、このこういうことに気づかないでね、実益を求めて、何かこうね、なんかあの高速道路だったらね、センターラインに沿ってスーッと走ったらええんだけどもね、なんかあの東半車線を高速で走ったりね、あるガードレート外なんか走ったらえらいことがこれになるわけでね、逆走したりしたらもうこれはね、もう必ず事故に遭いますよね。しかしそういう人が時々あるんですよ、これは。で、ね、成功してる、教会が成長してる、ね、しかしそういうのについていったらひどい目に遭うというね、あのことなの。だからあの地道でもいいからね、私たちは健全な、ね、走り方を身につけてね、そしてスピードを上げていくというね、ことをまあやられてるんですね。はい、まあ そういうことですね。あのキリスト教理入門のですね、輪郭とエッセンスをですね、3年間で学びますのでね、まあどう言いますか、まあ、あの自分で言うのも何だかなんですけど、まあ、私、まあ、この本を翻訳してですね、そして、まあ、20年間これ専門で教えてますからね、キリスト教神学を分かりやすく教える点ではですね、日本で一番恵まれた講義だと思います、これはね。だから自分も自負してるんだけどね、これは五つ星のレストランのようにね、最高の講義だったというね。で、まあ、ネットにも、まあ、YouTube で公開してますけど、たくさんの人見てもらってますけどね、私もたくさんの栃木神学講義、いろんな先生が学んできましたけどね、本当に分かりやすくね、組織神学とか基礎研を教える先生はあんまりいないんですよ、これは。私が経験したのは、宇田進先生と牧田義和先生ね。この二人だけですわ、本当に私がね。いや、本当にプロの中でプロだなと思ったのはね、たくさんのことを教えるけども、本当に分かりにくい講義をする先生がね、結構多いんですよね。まあそういう面で、本は難しいけどもですね、講義内容は、まあ、分かりやすいと思いますのでね、まあ、細かいところはですね、教えてもらってね、この魚で言えばね、この白身の部分ね、柔らかい部分を提供しますのでね、こういう、まあ、硬い部分とかね、骨であったり、ね、
皮であったりですね、あるいはまあ頭であったりとか尻尾であったりとかね、そういう部分はもう、まあ、あの将来ね、まあ、よく勉強されてから学ばれたらいいわけでね、この本質ね、本質と、まあ、輪郭ですよね。これは皆さんの、まあ、奉仕の生涯にあの大きく役に立つと思いますのでね、ぜひ身につけて繰り返しね味わっていただけたらと思いますね。そしたら次ですか、だから5分だけちょっと休みましょうかね、あの5分休んで、そしてすぐ始めたいと思います。接種を後の見直しをいたします。組織進学を学べた、このことを感謝いたします。主要次の講義もあなたに応援いたします。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。ありがとうございました。15分から開催します。電源切ったではなくて、はい、はい、あんまり使い方までないと思います。